はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は、OSA 使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。今作はですね、 AR が非常に近中ともに強いので、あんまり SMG を使うメリットがありませんね。特にこの OSA は SMG より近距離が強いなんていう状態なので、本当に SMG 今作全然使う気に なりませんね僕。e スポーツの方でもこれか USA か、KBR なので使うとしたら、まあ、ランクマッチで今はもうこれを練習するためにも、まあ、この2つしか使ってないような状態ですね。他の武器全然使ってないです。本当に正直あんま、なんか今後アップデートとかでなんかちょっとね変わらないとあんまり使う気になりませんね。どうしようかな。動画的にあんま同じ武器でも、あ、ダメですし、でも小坂は結構これが多くなりますね。確実に KBR か OSA どっちか、まあ、たまにこう動画用に違う武器使ったりするかもしれないですけど、基本はもうこれ練習するためにも結構この武器が多くなるかもしれないです。これ上にいるな、1枚多分。もう近距離の溶け具合半端ないからね、これ。うわー、え、何枚来るんだあそこ。フェーズシフトで詰めてきてたりしてたのかな。最近はあのフェーズシフトちゃんにかなり苦しめられている。え、あ、俺が来た。ジリスに1枚いったけど、それはちょっと距離があるので、これはもう AR と思っちゃう。 SMG だこいつは。こいつは SMG。 反対指出してきた。さあ、アーマー溜まってるんでアーマー使っちゃいましょう。バルチャー出して、さあこの先いますね多分。リスポンこっちだと予測してこっち行きましょう。ガンガン行くよ。危な、気づかなかった。バルチャーのおかげでなんとも気づけたけど、うわー、マジか。ちょっとスライディングで、あ、腰ダメ性能はやっぱちょっと若干ね悪いですね。あそこまで近距離だと当たるけど、お、当たってる。さあ今作カモ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 。フレシェットグレネードが非常に出が早くて扱いやすいし、まあ、威力も自体もねすごくあるので、すごくおすすめです。このフレシェットグレネード拡散するやつですね。だからドミビーの旗とかにこういる敵をポイッと投げて拡散してかなりキルができたりします。まあ、キルするだけじゃなくてもこうグレネードでね敵のダメージを削いでおいて、あとで銃でパスッと倒せるという。中かな今日。いた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 。おお、今のたまたまあれですね、腰ダメ当たりましたね。普段あんな当たんないんだけど。ああ、今日はそうですね、結構この試合も早くペースで終えそうなんで2試合ぐらい行きたいですね。今作ね、あんまドミネーション僕行ってないかもな。そういえばドミネより今作のチーデスがすごく楽しい。なんかまだいない、気のせいか。リコイルコントロール、ちょっとあれですね、アップデート来てから修正がちょっとだけ OSA 入ってブレが非常にでかくなったんですけど、まあリコイルコントロールすればまあまあまあ、ちょっと大変ですけどね。かなり練習がいりました僕も。でもまだまだ僕も扱いきれてないんで、もっと頑張りたいんですけど、ほんとブレますね。でも気合でこうミニスティック下にガッてこう押さえる感じで打ってます、常に。おお、うわ、今のは僕の下手くそすぎるな、飛び出しが。ポイッとフレシェット前に投げて反応ないから左行ってるこれ。そんな気がしますね。あ、撃たれた。さあいつでも撃てる状態で OK。 もう一人いるなこれ。センター行って味方が倒した、多分ロージこっちのポイ。そう、このグレネードも強い。e スポーツでは使えないけど、
ああやって先に打ってグレで倒すっていうより先に打って敵にダメージを与えといて銃でサクッと倒すような感じになりますね。今のはなんで俺グレーで乗っちゃったんだろう。もったいなすぎる。立ち回りがチンパンすぎるぞ。つえー、溶ける。溶けちゃうよ。溶けちゃう溶けちゃう。間違えて流動しちゃった。おー危ない。おー危ない。さあ今日はかなりスピーディーに終わったのでもう一試合チームデスマッチ行きたいと思います。はい、というわけで2試合目は KBAR でいきましょう。センター来るかな。なんか右打ってない方がいたね。やっぱナイス打ち。あ、 KBAR は OSA とは違ってまあ、バランスタイプというか近中ともに強い非常にバランスが取れた銃ですね。だからもうとりあえずこの銃をおすすめする。 IW で使うとしたら、あ、そう、今使ってるやつはノーマルのやつじゃなくてなんかダブルキルするとリロードがされるっていうものですね。結構これがいい、気に入っている。そこいるな。さあちょこっと敵が入ってきましたね。こっからちょっとつなげたいな。さあ前来て、また減った。なんでだ、なんで抜けるんだ。普通に人入ってきてたじゃないか。なんでや。しかも点差そんな離れ同じぐらいなのに。やばい、ナイスバレちゃう。回収いるかな。回収いなそうだね。ワンショーセンターあれかな、さっき言ったやつ。ちょっと味方の方に行きましょうか。あんまり孤立したくないぞ今は。この先に敵がいた。オーデンオンライン、なんかいっぱいいる。バルチャーいたなあそこ。俺は逃げつつ、これ拾ったやつ。いやまだこっち弾あるからこっちで行きたい。 KBIR ちゃんで行きたい。カーバーちゃんで行きたい。たまーに前に行ってみる。1枚ワンショにしたが倒しきれなかった。前後ろ来た。マジでロボット呼びたかったんだけどな。後ろから疲れてしまったか。1、なんか置いてる、なんか置いてる、なんか置いてる。こいつか。壊してリロードして1枚、もう1枚いるはず。こっち入ってくるか。 OK、 敵が16キル1ですがいる。まずいですよ。タイミング悪い。やばい、弾がなかった。バルチャーオンライン。さあ52対51、超接戦チームデスマッチ。あー危なかった今の。オーデンあるからな、外出たくないな。どうしようかな俺、どうしようかな。オーデン長いっすよ。オッケーオッケーオッケー、続いてる、キルは続いてる。こっちは来ないのか、こっちは来ないのか。オーデン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 、おでんおでん
待て、よし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 いいぞいいぞいいぞ、これ点差を離していく。あーロシー出現、アーマー使う、オッケー、弾がな、今弾拾おうとしたんですけど敵来ちゃった、まあ、あれあそこまで繋げたからいいでしょう。センタークでね、構えておく、しっかり構えて、なんか投げてきた、もちろん構えて構えて、スナイパーだった、ナイススナイパー。さあ点差かなり離れたぞ、ロボット止まるな、なんでお前が下がるんだ、冷静ですね、ウィード選手冷静ですね。ちょっと弾がなかった、ウィーあとちょっと、さあロボットは左行ってるから僕は、マジマジっすかそれ。さあ RC ちゃんが死亡して、なんか置いてある、なんか置いてある、スライディングできない、 OK。 さあ今日はこんな感じで、もうこの武器しか使う気しないな、他の武器使うの苦痛になってきてるな、強すぎるんだよね、使いやすすぎるんだよね。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。